三納祭、三納神輿七基重要文化財、全国神輿のルーツが三納神輿であることは有名で、平安の昔、桓武天皇が日吉狼に寄進されたのが始まり、また僧兵の号祖でも有名で、平安から室町に渡る374年の間に40数回の上洛号祖が行われた。重量500貫の神輿を海抜850メートルの比叡山を担ぎ越えて入洛したエネルギーは想像を絶するものである。平安時代の神輿は元亀の乱で消失した。現存のものは桃山時代の作で重要文化財に指定されている。日吉大社には神輿が14基現存する。ちょっと見ようか。ああ、でも古いよね。重要文化財だって。これさ、いろいろあるんだけど、あれは龍になってて、これは何きかもんだろう。ここが三宮遥拝所、賀茂玉依媛の神の荒御霊って書いてるよ。荒御霊、ここ七の霧だって。こんな感じね。三宮遥拝所と、これこんな感じなんだけど、これまたすごい階段だよ。牛尾宮遥拝所、牛尾宮の遥拝所ね。大山喰の神の荒御霊、崩れ菊の御神。そしてこんな感じね、遥拝所。それではね、今からこのね、階段を上って奥宮の方まで行きたいと思いますが、うわー、やばい、これすっごいよ、高さが。一歩が 行けるかな。まあ行ってみよう。またなんかここに、とりあえずこれだけなんかわかんないけど、写しておこう、これね。ああ、すごい、もう、すごい階段です。あ、今度、階段はね、終わったんだけどね。あら、すごい山道。急な山道です、これ。ね、なんかこうやって、ところどころに、こんな感じね。あー、すごい巨石。いやー、すごいな。わー、結構本当にすごいわ、登りが。見てこの高さ、こんなに登ってきました。あー、そしてまだまだある。だってこれずっとあるんだもん、多分。うわー、すごいですね。あー、すごかった、もうまだまだだね、これは。で、こんな感じです。こんな感じね、本当に山登り。あら、これ、なんかほら、こんな感じで、なんかね、若い感じの岩だね。あ、これ柱状節理かな。なんかちょっと柱状節理っぽい感じ、ここ。ね。あ、これね、わかるかな、これ。琵琶湖すごいね、見えてきた。
まだ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 続きます。坂道は山登りですね。あ、このほら、このいや、わかるかな、これ映像でちょっとわかんないかもしれない。ちょっと柱状節理だなこれね。まだまだかな、どれぐらいまで来たんだろうこれ。あのさ、ふもとのあのほら駅の方から見てたんだけど、相当高いもんね。今度はこっちで上がっていくのね。うわ、すごいね、この木の根がね、すごいね。あ、見える？あそこにちょっと建物見えてきた。でもまだまだだ。よいしょと。ああ、なんかあそこに、うわ、階段見えてきちゃったんですけど。あれ、階段登るのかな。うわ、階段だ。さっき見えてた建物これだったのか。わあ、見てこの階段のさ、その隣にある、あ、すごい巨石。階段に石垣に巨石、すごいね。あ、ほら、あそこなんだけど、いや、最後のこの階段はちょっと嫌だな。でもここまで来たからしょうがない。うわー、きつい階段ねえこれね。で、見てこのさ、ちょっとこのほら、これ巨石に、本当にこれ、これ石垣なんだけどさ、ここ相当高いよ。ほら、こんな感じでね、石垣になってる。あら、ちょっと見てこれ、ほら、なんかレンガっぽいよね。ちょっとね、色がね、赤土っていうか、なんかほら、こんな感じで混ざってるもんね、なんかね。ね、なんか埴輪とかなんかだったのかな、埴輪。この辺もそうでしょ、ほらね。さあ、上がっていきますよ。ちょっとこのさ、ちょっと待ってね、この巨石振り返ってみるね。こんな感じね、こんな感じです。あ、見えてきた、ほらね、見えてきましたが、まだまだ階段です。ちょっと見て、ほら。
さっき下であった日吉大社、拙者、牛尾神社本殿および拝殿っていうのがこっちね、こっちの建物がそうなの、こっちの建物がね。そしてあ、ちょっとこれさ、ここ見て、これほら、この、ね、この巨石わかるかな、これすごいよね。でこっちがね、こっちが三宮神社の本殿および拝殿っていうね、ここも桃山寺で、入れるのかな。ついてたんだよね、多分ね。あとやっぱりここのはね、うちのライオンの顔に似てるよね。そしてこれおみこしすごくない？ここまでって。こんな感じの眺めですよ。そして下はね、こんな感じ。すごい、あの見える、あそこに赤い鳥、あの辺から来たのよ。すっごいな、もう。なんかね、こんな感じでね、牛尾社っていうのかな、なんて読むんだろう、ここにあるんだけど、運び上げたんだ。そいつもないんですか？いつもないの。え、あそこにいつもないの？ないの、下にあってね、うん、それでお祭りの日ね、夜ね、うん、ここから担いでね、降りる、うん、降りるの、うん、これを、うん、いつもはないんですか、うん、これ見られてラッキーだよね。いつ運び上げたんですか？今月の5日です。そうですよね、そうなんだ、いつもないの、ここ。あ、ね、そうなんだ、すごいですね、このおみくじよね。そうです。すごいで、3月第1日曜日に持ち上げることになってましたから、うん、令和2年は猫背持って上がってきて、うん、その後コロナ発生したじゃないですか、うん、下ろせなかったんですよ。で去年ようやくなんとか下ろして、あ、で今年は最初からやろう。すごいですね。あ、すごい、これほら、こんなところにね、岩が、そうなんだ、これわざわざ持ってくるんだ、すごいね。ちょっとこっちから評価見える、これね、これおみこしここで見れてラッキーなんだって、すごいね。これ火が止まってる。見えるかな、これみんな。これね、火がついてるの、ここに。
普段は空いてないんですか？ここは空いてないですね。普段は空いてない。空いてないの。それこそおみこしあるなんて本当にあれね。まあこの時期だけです。あ、この時期だけなんだ。ああ、そうなんだ。ありがとうございました。うん、それこそラッキーよ。本当だ、ラッキーだ。よいしょ。こんな感じでね。これからじゃあ降りていこうと思います。これね、こんな感じで結構だんだんになってるよね、石垣がね。すごかった。本当はここにいつもはないね、おみこしを見ることができました。降りなきゃ。すごかった。これ降りるのも大変かも。降りるのも大変。本当に降りるの大変かもこれ。なんかこれほら、ここなんかすごい黒いの出てるよね。染み出てる感じ、黒く。あ、ほらここさ。水がね、染み出てるの。ポタポタ言ってるでしょ。ほら、こっちもね。こっちもね、出てるね、水がね。階段降りるのも大変ね。降りてきました。ここのさ、この木のほら皮がね、これ杉だよね。赤いんだよね、ほら。ね。東本宮。ちょっともうせっかく来たので、ちょっと見ていこうか。ねえ、ここもすごいね。やっぱり水が。ここね、前にも来たけど、鴨玉依姫の神ね。ね、ここもほら、この狛犬がさ、この狛犬がね、本当にライオンなんだよね。ライオンに似てる狛犬。鴨玉依彦の髪になってる。
釜入れ水ね。ここね。若いってやっぱり出てくるね。こんな感じ。こんな感じになって。この間の時は雪だったから分かんないよね。こんな感じです。新物意味神社。御祭神は雨誓る水姫の神。これはまた違う反対側から流れてるんだね。ここの水はね、こんな感じね。綺麗な水だよね。私の神。ここ稲荷ね、稲荷社になってるんだけど、浮かの御霊の神ね。あ、すごいね、お供えが。やっぱりお稲荷さんにはお供えがすごい。ほら、本当にね、見てこの、この感じの、ちょっと影になっちゃってるけど、ね、この感じの本当に石垣が。二宮かまどの社ね。興津彦の神、興津姫の神。これね、すごいね。そしてみこしゃ、サルタヒコの神だって。スガーシャ、スサノオノミコト。岩田記者、一木島姫の御事と多津姫の御事。なんかここだけ赤いんだね。ね、なんかね。そしてこの巨石。ねえ、これ見てこれ。こんな大きいんだけど、わかるかな。大きさがわかんない。あ、これだ。
これサルイヤね。来たかなこっち。藤長使者御祭神ハフリベのマレ島。こっちも一緒。ああこっちは氏神社で鴨竹つぬみのみこと。これでちょっと出てきたのかな。なんだけどこっちがね、なんかすごいでしょこれ。これは今日は行かれないもん。これね、山の辺の道1キロだって、仙台地蔵を経て西京寺。ちょっと今日は行かれないんだけど。行かれない。これすごいでしょ、ほらこの巨石が。で、これさ、盛り上がってんだよね、なんか。ここ。すごい石垣だね。なんかね、古墳がねあるみたいなんだけど、どれ？どこだろう。ちょっとこのすごいね、この石垣が。全然もうないわ、わかんない。入れない感じ。あ、そこかもしれないよね。だからこのほら、日吉大社の東本宮のこの辺になる、裏になるのかな。ほら、すごい巨石とかあるんだけど、あそこはちょっと盛り上がってるでしょ、なんか。でもね、入れないんだよね。こんな感じになってて。でもこれすごくない？これ。でも今日はこの辺で戻りましょう。こっちも見てみようか。あー、すごいですほら。見てこれ、これね、二宮橋、日吉大社、日吉三橋の一つだって。これも一緒かな、さっきのあれと。豊臣秀吉が寄進したっていう。この橋ね、ここはね、今は通れないみたいなの。
ね、こんな感じね。そしてほら、ね、すごいよねこれね、ほら。このほら、このすっごいね、こんな水流れて。こんな感じね。そしてこの石垣。